高松市役所は、日本の地方公共団体である、高松市の組織が入る施設である。駐車場、中央地下駐車場、中央公園地下現在、高松市内の各地区には、市役所の出先機関として7支所と21出張所が置かれており、各種住民サービスを行っている。それぞれ管轄区域が設定されているが、基本的に、 高松市内に住所があれば管轄以外の支所、出張所であっても利用できる。市役所内の組織は市民政策局地域政策課。第五次合併に先立つ1954年6月1日、高松市は広域化する、地域における行政サービスの向上を目的として、地方自治法第155条第1項の規定により、それまで編入合併した。 旧町村の内昭和期に合併した五町村について、その区域をもって、市の出先機関を設置した。その2年後の1956年9月30日に、高松市は、周辺15町村を一度に合併する、第五次合併を行い、市域が一気に広域化することになる。以後、例によって、合併編入した町村には合併後その区域をもって、 市の出先機関を置いている。出先機関の名称について、当初は、支所出張所が混在していたが、1959年10月6日に、すべてが、出張所に統一された。しかしその後、1966年7月1日に、山田町を編入すると、その区域に置かれる出先機関は出張所ではなく、支所となった。 その結果現在では1956年までに設置されたものが出張所1966年以降に設置されたものが支所となっているそのうち出張所の区域は明治時代の町村製紙工事の区域をほぼそのまま継承したものになっていることから支所よりも細分化された区域設定である全体として支所の方が出張所より 管轄区域が広く、地区そのものの距離が、市役所から離れている。支所と出張所では、取扱業務に、違いがあり、出張所の場合は主に戸籍の届け出及び、証明、住民移動の届け出及び、証明、印鑑登録の届け出及び、証明、資税の納付、国民健康保険の届け出及び保険料の納付、国民健康保険被保険者証の交付その他の、 国民健康保険の被保険者の手続き、国民年金の届出、母子健康手帳の交付、乳幼児医療に関する届出、老人医療費に関する届出などである。司書の場合は、上記出張所の業務に加えて、事実、及び身分の証明、自動車臨時運行の許可、毎仮想許可証の発行などを取り扱っており、その他、 平成の大合併で合併した6支所では2016年3月31日までの予定で地域審議会が設置されておりその業務も行っている。山田及び塩野への各支所には内部組織としてそれぞれ証明書取扱コーナーと連絡事務所が設置されている。証明書取扱コーナー山田支所内の3つの証明書取扱コーナーに ついては、旧山田町が発足する以前の川島町、東郷村、東上田村、西上田村のうち、町役場が設置された旧川島町地区を除く、旧三村の村役場を継承したものである。いずれもコミュニティセンター内に設置されているコーナーであり、住民票や印鑑登録証明書、戸籍、納税などに関する各種証明書を取り扱っている。 塩野江市所内の連絡事務所同様、明治時代の松村政紙工事に成立した自治体の区域を継承しているという点において、このコーナーは現在高松市内にある出張所に相当する区域設定である。連絡事務所塩野江市所内のに連絡事務所については、高松市への合併前、旧塩野江町役場の下に置かれていた支所を合併後に、 高松市役所塩野江支所の内部組織としてそのまま残したものである。これら旧支所は1956年9月30日に塩野江村、上西村、安原村が合併して塩野江町が発足した際塩野江町役場が置かれた旧安原村役場を除くに村の旧ソニ役場及びその区域を継承したもの。そのように 明治時代の町村制施工時に成立した自治体の区域を継承しているという点において、この連絡事務所は現在高松市内にある出張所に相当する区域設定である。その他、塩野江連絡事務所は塩野江支所の下に置かれているが、名称が同一であり上下関係が不明瞭なものになっている。これは、塩野江、上西。 安原の三村が合併して、塩野江町が発足した際に役場を、旧安原村役場に置いたためで、その下に置かれた塩の江首相が新町名と同名の旧、塩の上村役場であることによる。ありがとうございます。